男旅2020スポンサー紹介、株式会社ハンディクラウン。みんな DIY やってる？今日は四谷三丁目に来ています。今日僕がご紹介する会社はこちらです。こんにちは。はーい。はい。皆さんこんにちは。クリエイティブ課の佐藤良一です。私たちハンディクラウンはペンキを塗るハケ、ローラーを作っているメーカーです。ハンディクラウンの企業コンセプトは優しさ最優先になっており、一般の方や女性の方にも楽しく簡単に DIY ができるような製品開発をしている会社です。今回私たちがおすすめしたい商品はこちらです。 B&Y の洗車ブラシです。従来の洗車ブラシはこのように毛がゴワゴワして硬くなっているんですけども、今回おすすめしている B&Y、こちらとにかく軽く、そして毛がめちゃめちゃ柔らかくなっているんです。ちょっとね、せっかくなんで僕の腕でこれね試してみたいと思います。よいしょ。じゃあここに、これ昔ながらのブラシ。痛い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 、ちょっとすみません、痛いわ。痛い痛い痛い。こっちもお願いします。あ、はいはいはい、あ、いいですか。じゃあここ、はい、よし。お、超柔らかい。なんか体の洗ってもいいぐらいの感じですね、これ。本当に。そうなんですよ。このやっぱり柔らかさが特徴でして、うん、この柔らかい分、ボディにブラシで洗車しても傷がつかないという特徴になってます。うちの一番のおすすめの商品がこちら。こちら。イノバエコという商品です。はいはい。こちらの商品の特徴として、ウェーブ繊維というのが入っています。はいはい。ウェーブ繊維というのはこの毛の中に縮れ毛を混ぜることによってペンキをつけるときに格段に含みの量が上がるんですね。そうすることによって作業性がめちゃめちゃ上がります。はいはいはい。でもう一つございまして、はい、もう一つがこの持ち手の部分になるんですけど、うん、本来ハケっていうのは持ち手が木のイメージ、そうそう、なんか木のイメージですね。そうですよね、そうですよね、はいはいはい、それが見慣れないプラスチックになってるんですね。これなぜかというと、長時間作業しているときにどうしても木だとこう指が疲れちゃったり痛くなったりするんですけども、うん、そういうようなストレスを軽減するためにプラスチックの絵にしました。なるほどね。はいはいはい。で、今日せっかく後ろに塗る場所があるので、ちょっとこの商品試してみましょう、はい、一緒に試してみますか。試しましょう。わかりました。いきますよ、はい、じゃあ、はい、せーの。さあ、というわけで、ペンキを塗るのでハンディクラウンさんのプロセスをちょっとお借りしました。じゃあ早速ペンキを塗っていきましょう。はい。それでは早速塗っていこうと思うんですけど、まずはじめにいわゆるスタンダードなハケでちょっと塗っていきたいと思います。結構まだらになりますね。そうですね。ちょっとやってみてもらっていいですか。はいはいはい。はい。ちょっと持ってきましょうか。あ、お願いします。はい。あ、まあまあ。うん。なんか学祭とかでなんか。なんとなく段ボール塗ってたぐらいの感じの、まあよくあるわけですね。続いて、はいはい、塗っていく商品が先ほど紹介したイノバエコという商品で、一押し。一押しです。はいはい。で、先ほども言ったんですけど、うん、毛の中にウェーブ繊維というものが入っているので、はいはい、こうペンキを含む量が格段に上がるんですね。で、まあ早速試していきたいと思うんです。お、本当だ。おお。まあこんな感じで、すごい。はい、先ほどの100円のと比べても、うん、もう全然比べにならない。で、全然違う。はい、そ
ですね。ちょっと試してみてもらってもいいですか。縮れるパワー。縮れるパワー。はいはい、おっしゃる通りです。わあ、気持ちいい。すごい。お、まだ伸びる。もう一本ぐらいいけると思います。マジで、ちょっと行っちゃおうかな。本当だ。え、こんな違うんですね。これだけ違います。このように見た目の差は一目瞭然です。私たちは100年以上続く世界ナンバーワンメーカーとしてこのような商品を開発しています。ハンディクラウンの商品は全国のホームセンター、各種ネット通販でお買い求めいただくことができます。皆様、ハンディクラウンをよろしくお願いします。営業本部長の宮内です。いつも大変お世話になっております。本日は原田さん、我が社にお越しいただきまして誠にありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。これから DIY の発展を、我々の製品で、応援したいなと思っておりますので、ぜひ皆さんホームセンターやネット通販でお買い求めください。それと原田さん、日本一周のために車で出かけるようです。我々も応援しています。いってらっしゃいませ。さあ、というわけで今日はハンディクラウンさんにお邪魔しました。日本の DIY だけじゃなく世界の DIY も支えるハンディクラウンさん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは原田敦でした。また大丈夫、この足で歩いて行けるから、僕は一人じゃない。Bye-bye.